皆さんこんにちは。次世代グローバルリーダー育成プログラム NGGL 活動レポート特別編です。受講生が通っている学校でその成果を発表している様子を紹介します。活動の広がりが素晴らしいです。その様子をご覧ください。私が参加しているワールドスカラーズカップについて紹介します。大会の紹介の前に私がこの大会に参加したきっかけについてお話します。私は教育委員会が行っている NGGL というプログラムに参加しています。主な内容は英語でのレッスンと県庁での集合研修です。このプログラムの2年目に参加するのがこの大会です。大会は13歳までのジュニア部門と14歳以上のシニア部門に分かれ、3人1組のチームで戦います。学校や学年の壁を越えて参加することができ、地域大会は誰でも参加することができます。参加者は世界中で2万人を超えています。地域大会は毎年世界中60カ国で行われます。東京大会といっても日本語で話しているのは茨城から来ている私たちだけで、とても驚きました。地域大会で出場権を獲得したチームが世界6カ所で行われるグローバルラウンドに参加することができます。私は今年の夏休みにバンコク大会に参加してきました。そして決勝大会はアメリカで1週間かけて行われます。学習内容はその年に発表されるテーマに沿ったさまざまな勉強をします。暗記をするだけではなく、音楽を聴いたり絵画を見たりとさまざまな勉強をします。ここからは実際に行われる競技について紹介します。はじめに事前に勉強してきた内容から出題されるマークシート形式のテストがあります。ライティングは当日発表される6つのテーマからチームで分担して1人1つの文章を書きます。実際には過去にも未来にも起こり得ない出来事を1つ書きなさいや、スカイ銀行の通帳のデザインを過去の出来事をもとに考えなさいというお題が出されました。手紙や物語形式で書く人もいて、個人の表現力が問われます。こちらはイベントホールで行われるクイズです。ステージの映像を見ながら5択のクイズに機械で答えます。こちらも事前に勉強してきた内容から出題されます。次にディベートは現地の学校で3試合行われます。勝敗ではなく主張の内容がジャッジされて得点となります。実際に行われた例を紹介します。まずはじめに、ジャーナリストの意見は新聞の一面に書いても良いかというお題が出されます。その後チームごとに否定側と肯定側に分けられます。そして15分間の準備時間を使い、チームで戦略を立てたり必要なデータを検索することができます。その後1人4分間の時間を使い、チームごとに主張を付け合います。得点に関係ないイベントがあるのもこの大会の特徴の一つです。初日には学生たちが打ち解けるために他国の学生とチームを組み、ミッションをこなすイベントがあります。こちらは文化紹介の様子です。国やチームごとにブースを作って文化紹介をします。こちらはステージでの有志発表の様子です。私は日本からの有志団体としてソーラン節を踊りました。次に夜の楽しみとして参加学生のために行われるパーティーの様子です。私はこのような場は初めてでしたので、とても圧倒されました。大会の最後には授賞式と次のラウンドに進めるチームの発表があります。ここで私たちのチームはクイズ大会で勝負、そして個人では
ライティングとテストの歴史分野でメダルをもらうことができました。私たちのチームは決勝大会への出場権を獲得できましたので、決勝大会に来週の水曜日から参加していきます。決勝大会の一部はイェール大学のキャンパスで行われます。最後に、このような場を与えてくださった教育委員会の皆様、そしていつも応援してくださる先生方と友人たちにとても感謝しています。ご清聴ありがとうございました。